皆さんこんにちは。奥様に来ないかなどの曲で知られている演歌歌手の新沼謙治さん。1986年にバドミントン全英オープンを4連覇した世界的選手の幸宏恵さんと結婚をし、2人の子供を授かりました。そのうち1人は男子で新沼翔太さんというようです。今回は新沼謙治さんの息子さんである新沼翔太さんについて、また奥様との結婚生活について深掘りしていきたいと思います。新沼謙治さんは1956年2月27日生まれ、岩手県大船渡市の出身です。1975年のスター誕生、決戦大会で五木ひろしさんの持ち歌を歌って合格し、男性では史上最多となる17社のプロダクションからオファーされた新沼謙治さん。翌年の2枚目のシングル「嫁に来ないか」が空前のヒットとなり、新人賞を総なめにしたほか、NHK 紅白歌合戦に初出場を果たします。デビュー時のキャッチフレーズは気持ちよく悲しい男でした。温かみと哀愁の両方がにじみ出た歌声には、名作詞家の阿久悠さんも、これほど気持ちよくまた悲しく歌える歌手はいないと称賛を送ったほどでした。こう書くと順風満帆のように見えますが、新沼謙治さんは大船渡市立第一中学校を卒業後、集団就職により故郷を離れ、左官業の仕事に従事していたことがあります。スター誕生の決戦大会にたどり着くまで予選会で4度落選していました。3度目の正直ならぬ5度目の正直で夢を手にしたわけですから、辛抱強い性格であることはうかがえます。1976年のデビューからすでに44年経っており、もはや大ベテランの新沼謙治さん、偉ぶったところのない謙虚な人柄に好感度は高いようです。ネット上にも悪評は一切見られません。一方で主催しているバドミントンクラブでは、松井直美さんとダブルスを組んで負けそうになった際、松井直美さんに手を出さないように指示して一人で同点に追いついたというエピソードもあり、負けず嫌いな一面もあるようです。素朴で親しみやすい雰囲気があるせいか、歌のテーマが重くてもそれほど悲劇的に聞こえないところが、強いて言えば長所でもあり短所でもあると言えます。そんな新沼謙治さんは、趣味であるバドミントンを通じて今は亡き妻幸宏恵さんと出会い、1986年に結婚しました。その後一男一女を授かっています。長男の名前は新沼翔太さんで、長女の名前は新沼文それさんと言います。新沼謙治さんの息子である新沼翔太さんの誕生日は不明です。しかし2012年7月25日に放送された徹子の部屋に新沼謙治さんが出演した際には、子供たちはすでに26歳と24歳になっていると答えている上、2011年5月に行われたチャリティーコンサートのパンフレットでは、新沼翔太さんが22歳と記載されていました。これらの情報から、1988年の5月から7月25日に誕生日であることがわかります。よって現在2023年6月の新沼翔太さんの年齢は34歳あたりでしょう。新沼翔太さんは父親である新沼謙治さんと同じく歌手を目指していたようでしたが、歌手ではありません。現在は介護の仕事をしていて、父親と2人で暮らしているとのことでした。ちなみに娘の新沼文菜さんは2007年10月からメーテレで放送されていたアニメ「もっけ」の出演者に名前が記載されていました。それ以降の活動は不明ですが、2017年3月には子供が生まれ、新沼謙治さんもおじいちゃんになっています。先ほども少し触れましたが、新沼謙治さんの息子さんである新沼翔太さんは過去にチャリティーコンサートに出演しています。新沼謙治さんは2011年5月7日東京都大田区民ホールアプリコで、俺を育ててくれた故郷へというタイトルで東日本大震災のチャリティーコンサートを行いました。そこに息子である新沼翔太さんも登場し、1976年日本レコード大賞受賞曲奥様に来ないかを披露しています。きっと父親に似て歌がお上手なのでしょう。そして現在も新沼翔太さんはおそらく介護のお仕事をしているのだと思われます。結婚をしていなければ父親と変わらず一緒に暮らしているのではないでしょうか。あくまでもこれは推測であり、新沼翔太さんの現在に関する情報は公表されていませんでした。
新沼謙治さんの奥様は元バドミントン世界女王の由紀ひろえさんです。由紀ひろえさんは1948年11月15日生まれで、新沼謙治さんより8歳年上です。新沼謙治さんと由紀ひろえさんは1986年に結婚し、お子さんにも恵まれ幸せな家庭を築いていました。しかし2011年9月に由紀ひろえさんは62歳という若さでこの世を去ってしまうことになりました。2011年9月7日に亡くなってしまった新沼謙治さんの奥様、新沼ひろえさん。死因は何だったのでしょうか。2011年9月8日のスポニチには、7年前に乳がんを宣告され手術を受けていたと掲載されており、当時55歳で奥様ひろえさんは乳がんの手術を受けていたのです。また2011年9月18日のスポニチには、歌手新沼謙治さんの妻で7日に肺がんのため死去した元バドミントン世界女王の新沼ひろえさん、享年62でした。前年11月に首元に腫瘍を2つ発見したそうです。このうちの1つが悪性で肝臓などに転移したと速報書かれていました。がんが転移し、最終的には肺がんで命を落としてしまったという奥様ひろえさん。新沼謙治さんは当時仕事で奥様ひろえさんの最後を見とれなかったそうです。当時の心境について新沼謙治さんはインタビューで次のように振り返っていました。そばにいられなかったのは辛かったとしています。2回目夜公演では顔がくしゃくしゃになっちゃって、僕あまり泣かないんですけどと公演中に涙したことも明かしていました。それだけ新沼謙治さんにとって奥様ひろえさんの存在は大きかったということなのでしょう。新沼謙治さんと奥様ひろえさんの出会いはバドミントンだったといいます。前述したように新沼謙治さんは大のバドミントン好きで知られています。新沼謙治さんの地元の岩手県大船渡市でバドミントン好きの奥様に自身が指導してもらったことがきっかけで知り合いました。奥様ひろえさんは元バドミントン世界女王ということもあり、新沼謙治さんにとっては憧れの女性だったのかもしれません。奥様ひろえさんの通夜の際に新沼謙治さんは次のようにゆっくりと語りました。思い出はやはりバドミントン、ゆき先生と呼んでいましたから、年も上で教わったことも多い、わがままでやんちゃな僕を放っておけなかったんですと述べています。コーチと生徒という関係からスタートしたこともあり、新沼謙治さんは結婚後も奥様ひろえさんのことをさん付けで呼んでいたそうです。新沼謙治さんと奥様ひろえさんは1986年に結婚しました。当時新沼謙治さんは30歳、奥様ひろえさんは38歳前後だったということになります。その後は一男一女を設けました。そんな幸せな家庭を築いていた新沼謙治さんは、きっとあまりにも早い奥様ひろえさんとの別れにショックを相当受けていたはずです。現在も歌手として精力的に活動している新沼謙治さんですが、タレントの松井直美さんとの結婚説が浮上しています。松井直美さんは1968年1月14日生まれ、2023年で55歳を迎えました。モノマネタレントとしても人気を集めていました。そんな松井直美さんと新沼謙治さんはなぜ結婚が噂されているのでしょうか。実際には新沼謙治さんと松井直美さんは結婚しているという事実は見つかりませんでした。実は新沼謙治さんと松井直美さんは師弟関係なのだと言われています。ご本人たちも以前寄り添う公言されています。新沼謙治さんと松井直美さんは2019年8月19日放送の徹子の部屋で同じバドミントンクラブに所属していることを明かしていました。2019年5月20日の松井直美さんのブログには、今日は新沼コーチの下でバドミントンですと綴られており、新沼謙治さんとはコーチと教え子という関係であることがうかがえます。過去に新沼謙治さんと松井直美さんはプライベートでそれぞれ死別と離婚を経験していることもあり、似た境遇ということから結婚説が浮上した可能性も考えられます。実際には良きバドミントン仲間ということです。お互いに独り身ということであれば、今後恋愛に発展するかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は新沼謙治さんの息子さんについて
また結婚生活について深掘りしてきました。演歌歌手でありながら黄色い声援が飛び交うほどアイドル的な人気を集めていた新沼謙治さん。アイドル顔負けの演歌歌手といえば演歌界のプリンスこと氷川きよしさんが第一号ですが、本当の元祖は新沼謙治さんだったかもしれません。再び独身となってしまった新沼謙治さん、将来再婚は視野に入れているのかというと、どうやら考えていないようです。奥様ひろえさんはがん告知を受けた後、家族3人に手紙を残していました。夫宛てのメッセージは、自立して若い奥さんを迎えてくださいというものだったそうです。自分亡き後、悲しみに打ちひしがれる夫の姿が目に浮かび、心が痛んだのでしょう。妻のこの遺言に対して、新沼謙治さんはバカを言うなと返したのだと言われています。新沼謙治さんほど奥様を愛し、亡くなるまで常に寄り添っていた旦那さんはいないでしょう。奥様亡き今、新沼謙治さんはどのような活躍を見せてくれるのか、楽しみに待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。